はいえー、無駄な努力ご視聴いただきありがとうございますえっ、ー、と以前から、えー、動画にしてますえっ、ー、と以前購入した、えー、ファンレス PCSky New S3 ですね、えー、こちらの方を、えー、と今回はハードディスクの増設と,、えー、とディスプレイ裏の取り付け、えー、VSA の取り付けですね、えー、この2つの方をやっていきたいと思います えーっと、まあ、これで、えー、っと、このスカイニュー S3 の動画も最後になりますけど、えー、っと、まあ、購入された方ですね、結構いると思います、えー。本当にね、いいパソコンですので、えー、購入された方は、えー、私も一緒ですけど、えー、大切に使っていってですね、えー、っと、買おうかなって悩んでる人がいましたら、えー、この動画を見て、 検討の材料にしてもらえればなと思います。はい、えーと、それではハードディスク取り付けますので、裏蓋を開けて、えー、ハードディスク取り付けのシャーシですね。えー、こちらの方を今、そこの方に、えー、ハードディスクですね。えー、私の場合は2.5インチの SS D SSD ですね。 キ、えー、オクシアの500ギガ、えー、こちらの方を取り付けに取り付けしようとしていますもう、えー、と板金自体がキツキツなもんではめただけでかなりもう取れない状態ではあるんですけど、えー、ここからネジ止めしていきますで、えー、と電動ドライバーのトルクがちょっと強すぎるんで、えー、注意しながらの作業になります スカイニューさんですね。えっ、ー、と、どうしてもですね、やっぱりこのネジの精度が悪すぎてで,ですね、ちょっと気を抜くとネジが舐めてしまいます。えっ、ー、と、実際には私も何本か、えっ、ー、と、最後の最後に舐めらしてます。まあ、締めるときに舐めてとしても、えー、抜く方の方を、抜く方に支障はないんで、えっ、ー、と、抜くときにちゃんと抜いて、 新しいネジ交換すればいいかなと思ってるんで割とこう楽観的にネジが舐めたことはあまあ気にしてはいませんついでにえと外装ですね外装用のネジについては私の方は舐めてないんですけど舐めてしまった方は どうも、メーカーさんに、えっ、ー、と、まあ、このビーストジョブですね、この購入元に、えっ、ー、と、ねじいただけませんかとお願いすると、えっ、ー、と、もらえたというアマゾンのレビューもちらほら見られますね。もともとね、精度がどうしても悪いんで、まあ、ちょっとね、あの、もう、なめちゃったんだったら送ってあげようかなって思ってくれるんですかね。 この時点で、えー、とちょっとなめてんじゃねえのかとかこう回,りな回しながらちょっとこう思ったりしてますちょっとね奥に入らないんですねこのネジ山の粗さがあって はいえー、それではネジ、えー、4点止まりましたので、えー、と中の方に取り付けをしていきます、はいえー、と開封動画の方で、えー、と紹介してた、えーえー、どういったんかな、えー、シリアル a t a のケーブルですねこの黒い飛び出してるケーブルの方はもう、えー、と事前に挿しています えーとこれから増設する方は、えー、と自分で、ね、挿してからですね作業してくださいはい、えー、それでは裏蓋の方につけたハードディスクにコネクタを挿して閉めたら終わりです、まあ、ちょっとこのケーブルの いいなし方というです、ね、これはちょっと私も本当のセオリーがわからないですね一応私も閉めたあとねわずかにケーブルが当たってるのかでちょっと裏蓋に波が打ってたんですねこうすればいいよなんてねあのちょっと取説もあんまり親切じゃないんで なんかね、分かった方は教えてほしいですねはい、えー、それではハ、えー、ーネスつけましたので、えー、固定していきますこのネジは私はなめらなかったんですけどえっ、ー、と Amazon のレビューだとこのネジの締め付けが硬すぎるとかですね 硬すぎて、えっ、ー、と、外すときに舐めたとかですね、なんかそういうレビューを書かれてる方も、ちらほら見られましたね。なんで、えー、買われた皆さんも、えー、ちょっと注意してもらってですね、作業してもらえればなと思います。で、えっ、ー、と、私もここで舐めると、ちょっと後に引きずっちゃうんで、えっ、ー、と、最後は手締めにしてます。 えとついでにですね、この Windows の OS のライセンスシールがですね、えー、多分中国だと、中国 PC だとそうなるんかもしれないですけど、紙でですね、えー、とペラペラなもんで、この養生テープを上に貼ってるんですけどね、あのライセンスのキーが映らないように。えー、とこれを剥がす時に、えー、ときに、2枚に分離しました。えー <laughs> まあ、完全に剥がれる前に、えー、と止めたんで、えーと、スティック糊をうんで塗ってちょっと補修はしたんですけど、えーとまあ、この紙、えー、Windows のライセンスシール剥がれやすいんで気をつけてください。そ、は、れ、いえー、では、えー、VSA の、えー、とパネルに取り付ける、えー、引っ掛ける用のダルマ、ダルマとか引っ掛ける用のネジですね。えー、こちらを ケースに固定していきますこですでねちょっとねあの10円玉とかではいけないタイプですねちょっとこうもうちょっとね溝が広かったら1円玉でもいけるんですけどねえっ、ー、とちょっと幅の広めのマイナスドライバーをご準備ください。 でえっ、ー、とまあ緩んでくると落ちちゃうんでもうぎゅうぎゅうに手,手締めしてます、はい、えー、それでは VSA の、えー、マウンターの プレートですねこちらの方を載せていって、あ、こうなんだなと。あ、よくできてんなと。まあ、そんな感じで見ております。ついでに私の、えー、と家で使っているディスプレイは IO データの20インチですけど、えっ、ー、と、 まあっ端の方ですねえっ、ー、と外側の外側のネジを使いますなんか規格が古いやつは内側なんですかね、えー、止める時に私も一回ちょっと見つりましたねで、えー、こちらの取り付けネジは、えー、と袋の中に、えーはえー、パソコンのネジ袋に入ってましたんで えーと新規で購入する必要はありません。そうですね、こちら、私、今、間違ってますね。内側じゃなかったですね、外側の、外側の4点を使用します。 次にですねこのネジなんかはなめるわけねえんだから電動でやれよって思う方も多いとは思いますがえっ、ー、とこういうドライバー実はえっ、ー、と回し締めの時にトルコをかけすぎると中のギアが割れるんですねえっ、ー、と実は私割っちゃったことがありましてえっ、ー、とちょっと慎重にですね、えー、手締めをしております はいえー、それでは、えっ、ー、と、パソコンをプレートに引っ掛けます。うん。いい感じですね。いいですね。えー、まあちょっと冷却効率がどうなのかわかんないですけど、おすすめです。以上です。ご視聴ありがとうございました。